はい、こんにちは、海坊主です。今日もこのプロジェクトカーズ3やっていきたいと思います。で、今日は昨日に引き続きね、 GT1 です。まあ1台だけね、 LMGTP っていうカテゴリーの車なんですけどね。はい、じゃあそれでは本日もよろしくお願いします。まあ1台目はね、もう見てわかる通り CLK です。こちらはね、ヨーロッパで行われてた FIA GT 選手権の方でね、シリーズチャンピオンになった車ですね。いいですよね、このグリルといい、ライトといい、もう当時のメルセデスって感じです。はい、じゃあそれではレースの方行ってみましょう。コースの方はね、イモラになっております。はい、ライトつけるとね、メーターが光るんですよね。なので最近はライトつけて運転してます。このイモラってサーキットはね、アイルトンセナがね、事故してからレイアウトが多少変わったんですよね。ここに試験員が追加されました。本当はね、この先の左コーナーで、まあ、アイルトンセナ選手がこの壁に当たったんです。ここのコーナーですね。で、その何年か前はね、フェラーリに乗ったベルガー選手がね、壁に当たったんですよね。で、その時は炎上しました。で、実際入院してたみたいなんですけど、もう次の年からね、マクラーレンに行くことが決まってたので、このホンダのロゴがついたハンドルをなんか握ってたらしいんですよね、入院中は。なんかね、いろいろと破天荒な伝説があるドライバーですね、ゲルハルト・ベルガー。今ね、ホンダの F1 の現場責任者でやってるね、田辺さん、もともとこのゲルハルト・ベルガーのね、担当エンジニアだったのでも有名ですよね。だから去年ね、オーストリアグランプリで田辺さんが表彰台上がった時ね、ベルガーがハグしましたよね。だからもともと担当エンジニアだから仲がいいそうです、あの2人は。このやっぱりメルセデスはね、独特ですよね、排気音が。どの車でもそうだけど、結局市販車で搭載されてるね、あの V8 エンジンもね、独特な音しますもんね。やっぱりメルセデスサウンドっていうか、多分こちらの車はね、前年に使ってた CLK の LM ではなく GTR って車でね、 V12 搭載してたんで、同じ V12 だと思うんですよね。でも V12 でも V8 でもなんか似たり寄ったりのね、方向性の音ですよね、本当。で、このね、LM 自体はね、その初年度に使ってた GTR、まあこちらの車はルマンは出なかったんですけど、この CLK-GTR よりもね、若干薄くなってるんですよね。で、CLK-GTR もね、この LM も両方とも市販バージョンが存在します。で、GTR の方はね、あの当時ロードバージョンをね、小室哲哉さんが所有してたことでも有名ですよね。確かね、世界で25台しか売らなかったのに、それでも所有できるその資金力すごいですよね。しかしね、前日の動画からね、結構ちょいちょいね、飛び出してますけど、結構ね、難しいっちゃ難しいんですよ。ほとんど初見プレイでコース走らせてるんで、練習すればね、まあ大丈夫なんですけど、もう行き当たりばったりでね、走ってるん で、イモラ自体もね、そのバイクゲームの方のね、ライド3で最近はその経験があるぐらいなんで、あんまりしばらく走らせてないんで、レイアウト覚えてないんですよね。走らせながら思い出してきたって感じです。で、あと経験値をね、やっぱ稼ぐのが目的なんですけど、コースアウトしてラップが無効になったりとか接触したりすると経験値減らされますね、やっぱり。だからコース内にとどまってね、無難に走んでた方のが経験値は得られますね。はい、じゃあね、やっぱ3周は長いですね。もう3周目はカットします。お、ちょうどカレラ GT を抜いたところですね。はい、じゃあ次の車はね、ベントレーのスピード8です。まあカテゴリー自体はね、 GT1 じゃないんですけど、ルマンのね、 LMGTP っていうカテゴリーですね。 GT プロトタイプというカテゴリーです。当時はね、あのベントレーがレースに戻ってきたと
いうので結構話題になってたのを覚えています。はい、じゃあそれではね、行ってみましょう。コースの方はね、現在のホッケンハイムですね、グランプリコースとなっております。はい、さすがにね、イギリスってだけあってね、やっぱブリティッシュグリーンですよね。はい、スタートです、ね、このベントレーのスピード8っていうのはね、そのルマンプロトタイプのね、クローズドボディとして、まあ、開発されてたあのアウディの R8 のね、あの現在の R8 とまた違う車ですね。この R8C っていう車をベースに開発された車らしいです、これは。まあ、なんでアウディなのかというと、結局このベントレーっていうブランドもね、フォルクスワーゲン傘下になったんですよ。だから早い話、同じ傘下の企業としてね、多分提供っていうものがあったんじゃないでしょうか。で、初年度はね、3位表彰台に上ったみたいですね、この車で。もうここの辺りの車からね、だんだんと現代にも通じるようなそのメーター周りとハンドル周りになってますね。ハンドルにいろんなねボタンつけて、まあそんなにその煩わしくなく操作ができるようにされてますよね。で、まあいろんなメーターをつけるんじゃなくて、まあ一つのメーターに集約させるような、まあ、液晶メーターっていうんですかね、現代の GT では当たり前になってますけど、まあ、GT だけじゃないですね。もう現在のモータースポーツっていうか、四輪車にはもう鉄板ですよね。その F1 も大体もうマルチメーターですからね。まあでもぶっちゃけ思うけど、そんなに細かく見てる余裕あるのかなと思いますよね。特に F1 でいうとモナコみたいなところ。まあそんな話はね、ほっといて。で、このベントレーのスピード8ね、一応3年計画でね、ルマンには出場したみたいです。で、集大成となる3年目、この間ねちらっと触れたトム・クリステンセン、史上最高に優勝してるドライバーですね、ルマンで。そのトム・クリステンセンをね呼び寄せて、見事に3年目に優勝してるんですよね。ベントレーってね、どっちかっていうとこう高級車のイメージが強いんですけど、戦前ですね、第二次世界大戦前、その頃にねルマンで活躍してたみたいですね。何度か優勝があるそうです。だからね、もともとねそういう耐久レースとかレースでも有名だったんですけど、その昔にね、まあ、また飛び出してますよね。本当ね、この当たりが強いんですよ。なんで弾かれちゃうんですよね、当たったらやっぱり。まあそれはほっといてね。だからその時にロールスロイスに買収されてね、レース業界からは撤退したみたいなんですよね。で、またね最近というか、まあちょうど90年代の後半にね、フォルクスワーゲンがベントレーをね買収してから、またレース活動を始めたっていうことらしいんですよね。だから今ではね、GT3 作ってますよね、コンチネンタル GT3。 なんかコンチネンタルもあんまスポーツってイメージないんですけどね。はい、じゃあね、サーキットの話になりますけど、ここのねホッケンハイムに改修された後は、まあ確かあのかの有名なヘルマン・ティルケだったかな、改修したのも。それによってねだいぶ変わっちゃいましたよね。今まではね、この1コーナー抜けた後はもう森に向かって一直線って感じだったんですけど、もうそこでね、こう、なんていうんですかね、そう、前はここまっすぐだったんですよね。ここが要はぐるっと巻き込むことによって、反対側の直線の方までねショートカットするようなイメージでコースが変わりましたよね。ここぐーっと F1 じゃ DRS 使ってね、結構パッシングポイントだったりするんですけど、でここでヘアピンでグイッと右に曲がって、でまたこの旧レイアウトのね直線のエンドですよね。だからね、昨日やった時はね、ちょうどここの右コーナーのあたりで飛び出していた感じですよね。だからここら辺からはもう旧レイアウトと同じですよね、確か。だから昔でいうインフィールドセクションって言われたとか、あ、違うかな。
この先の右がそうかな。そうですね、ここですね、ここ。ここからが旧レイアウトとなりですね、ここから先は。数年前ね、チャンピオンなどしたベッテルがね、ここで突っ込んで、そこから一気に乱れていったんですよね。ハミルトンもなんだか、いつだかそこに突っ込んでリタイアしてたような気がしますね。意外と突っ込みやすいポイントなんですかね。でも本当ハミルトン最近ミスしないですよね。もうちょっとミスしてくれた方が可愛げあるんですけど。はい、オッケンハイム以上で終了ですね。はい、じゃあ本日最後3台目はこちらですね。 GT1 です。で、サーキットの方がね、ドニントンパークですね。過去にね、F1 もやったことあるようなコースです。はい、じゃあそれでは行ってみましょう。はい、こちらの車はね、もうルマンに出てきた時はね、もう悪役みたいに言われてましたよね。だからこれの前の年ね、あの日産が R390 持ち込んだ時にも同じような反応だったけど、もうそれ以上のもうインパクトですよね。これが GT か。どういうことって話でしたからね。一応形式で言うと TS020 です。で、010っていうのはね、 C タイプのプロトタイプカーですね、トヨタが開発してた。で、じゃあ030って何だろうって言ったら、あれですね、今の LMP1 の最初の方が TS030 ですね。今はもう050まで行ってますけどね、改良が進んで。で、010、020、030、あんまり共通点はないような気がします。ただ型式がね似てるってだけで。いや、でもね、これはすごかったですよ。もうね、1年目からね、優勝候補に挙げられてたんですよね。で、途中までもう最後の最後までね、残り1時間ぐらいまで1位を走ってたんですけど、そこでねトラブルですよ。もうトヨタの優勝できない病はね、もうずっと発動してたんですよね。まああのね、2016年のねラスト1周で止まった時に比べたらね、あの時のね中島和樹のノーパワーっていうのはね、すごい本当に悲痛な叫びでしたよね。はい、まあね、この GT1 の話に戻りますけど、参戦2年目ね、なんとトップに追いつきそうだって頑張って追い上げてたのが日本人トリオだったんですよね。片山右京選手、土屋圭一選手、鈴木敏夫選手の3人でドライブしてたやつなんですけど、その時にね、追い上げてた片山右京選手がすごいことをやったんです、ある意味。まあ、どういうすごいことかって、まあ、結構 YouTube でもね映像残ってるんでね、さすがだなと思ったんですけど、もう超高速の状態でねタイヤバーストしたんですよ。しかもそれをね、どこにもぶつけることなく減速したんですよね。確かね、300キロオーバーですよ。300キロオーバーでタイヤがバーストしたらね、普通突っ込んじゃいますよね。それをねじ伏せたんですから、とんでもないテクニックですよね。まあ、その時ね、本当もう少しでトップ追いつけそうだったのを、その時のねタイヤ交換で、まあ、2位になったんですけど、逆にね、その時止めてなければ2位にもなれなかったですから、そう考えるとね、すごかったですよね、片山右京選手。本当さすが F1 ドライバーだなーって思いましたね。はい、じゃあ特にね追いつく車もいないので3周目もカットします。はい、じゃあ昨日今日とね GT1 特集やってきましたけど、まあ1台だけね LMGTP 入ってますけど、本当はね FIAGT 選手権の方に出てる GT1 の車ね、もっといろいろねバラエティに富んでね面白い車もいろいろあるんですけど、こちらのゲームには登場してないのでね。でもルマンカーがあるのにルマンのコースが入ってないっていうのも面白いですよね。なぜっていう思います。まあ権利取れなかったか高かったかどっちかなんでしょう。はい、じゃあ明日はねオープンプロトタイプですね。
そちらの方やりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。